新成人が入場します。以上、12名の成人、新成人でございます。ただいまより、令和2年唐津市七山会場、成人式を開式いたします。これよりは、司会進行を新成人のお二人にお願いしております。ただいまご紹介いただきました三好のかなです。岡本和です。これからしばらくの間、私たち2人で司会進行をさせていただきます。司会進行にあたって、その司会進行のしおりがあるんですけども、こちらは市民センターの教育課係長の藤江様に作成していただきました。ありがとうございます。でですね、多少の暴言、ご自宅等ございましたら、私たちは一切責任を取りませんので、お問い合わせの方はあちらの方でお願いいたします。拙い二人ですが、こんな感じで楽しく、初めに司会進行をさせていただきます。最後までお付き合いの方、お願いいたします。まず最初に、新成人の抱負ということで、二十歳になって思うことや、進学、就職などで進路が分かれてしまいましたので、それぞれの近況報告など自己紹介も兼ねて1分間ほどスピーチをしていただきます。今日という成人式を迎えることができ本当に嬉しく思います。現在僕は福岡の大学に通ってて一人暮らしさせてもらってるんですけども、一人暮らししていたらやっぱり親の時間が本当にありがたみを感じるんですけど、今後の最初に親に感謝の言葉を送りたいと思います。本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。高校の先生方や専門学校の先生方や家族のサポートのおかげで、高校生の頃から憧れていた東京の第一希望のサロンに内定をいただきました。なので3月から東京で頑張りたいと思っています。学生だからか成人としての時間があまりないのですが、今まで家族や友人にたくさんお世話になって迷惑をもうかけてきているので、大学でしっかりと勉強して親孝行を少しでもできればいいなと思っています。将来は大人としてのしっかり責任を持った行動をできるようにしたいと思います。1年目です。昨年は、その国家資格である整備士の資格を取るために頑張って勉強して合格できたんで、今年はそれを生かして、年内には副工場長になれるように頑張っているところです。二十歳になるまで、親にはすごい迷惑をかけてしまったので、これからもっと恩返しができたらいいなと思います。以上です。勉強もしながら大学生活を楽しむことを第一に今は楽しく過ごしています。楽しく過ごしているのも周りの方々のおかげだと思うので、親や友達とか他の私を支えてくれている人に感謝しながら、この二十歳を超えても責任とか義務とかを感じながら一生懸命努力したいです。親元を離れて、改めて親のありがたみを知りました。今まで迷惑をかけていて、これからも迷惑をたくさんかけてしまうと思うけど、親にはすごく感謝してるし、これからもよろしくお願いします。これまで以上に社会人としての自覚を持って誠実な大人になれるように頑張りたいと思います。そして今までお世話になってきた人たちに感謝の気持ちを忘れず
忘れずに少しずつ恩返しをしていけたらいいなと思います。主にパソコンの勉強をしています。今はプログラム言語とかそういうのをやっています。親にはこれまでたくさん迷惑をかけてきたことがあったので、今年で就職するので、たくさん親孝行していきたいと思っています。今年がもう受験に向けてもう勉強をめちゃくちゃやっていかないといけない時期で、実習もたくさん入ってくるのでくじけないように頑張っていきたいと思っています。で国家資格を取れたら唐津の病院に勤めれたらいいなと思ってます。主に英語が専門で、今年の3月に5ヶ月間オーストラリアに留学が決まりました。将来は今のところ空港関係の仕事に就きたいと思っています。頑張っていきます。本日はお忙しい中、小学校や中学校時代にお世話になった先生方にお越しいただいています。ございます。生徒の皆さん、おめでとうございます。小さなことで結構ですからね、自分がこれって思うものをずっと続けてください。それが結局はですね、そういう地道な積み重ねが皆さんの足腰を強くして、おそらくこれからですね、いろいろ大変なこともあると思います。厳しい風に吹かれることもあると思います。その時にそういうことを続けていればですね、きっと流されたりすることなくですね、ちゃんと立ち向かって乗り越えていくことができる、そういう力にきっとなるというふうに自分の経験から思っています。この20年間楽しいことばかりになったという人はいないと思います。そしてこれから先も楽しいことばかりが待っているとは限りません。辛い時こそ自分からこう呼び込むために、笑顔で声を出して笑ってみてください。多少の心配は笑い飛ばして大丈夫です。これから自分たちの将来に向かって走っていくので、応援の方またお願いします。この動画もそうなんですけど、その私たちを陰で支えてくださった皆様、本当にありがとうございます。続きまして、本日祝いの場のアトラクションといたしまして、花山太鼓の会の皆様により太鼓の演奏をお願いいたしております。
新成人代表の言葉を山崎幸四郎さん、土井千波さんのお二人にお願いしております。現在私は小学校の頃からの夢であった箱根駅伝を走るために東京の大学へ進学し、その夢を叶えるため日々努力を重ねています。この夢を応援し支えてくださった方々のためにも箱根駅伝を走ることで恩返しになればと思っています。最後になりましたが、成人の日を迎えてもまだまだ未熟な私たちです。これから先思いがけない壁にぶつかることもあると思いますが、どうぞそのような時は助言やご指導のほどよろしくお願いします。私は高校を卒業後熊本の大学へ進学しました。初めて故郷を離れ様々な経験をする中で、ふるさとへの思いの深さを再確認することができました。ぜひ卒業後は佐賀県で就職し、人と関わる職業に就きたいと思っています。そしてこれまでお世話になった方々に恩返しができるよう努力していこうと思っています。